ディープウェルター級暫定王者決定戦、戦慄の破壊神阿部大地、 UFC ワンチャンピオンシップでも活躍したメジャーリーガーは、パワフルな打撃でディープをも蹂躙。あっという間にタイトル挑戦への切符をつかみ取った。しかし、正王者住村隆一郎の怪我により、この度の試合は暫定王座をかけた戦いに決定。今、阿部は何を思う？チャンピオンは、まあ、正直怪我なのか、時期がまだ足んないのかっていう変な言い訳ばっかされて試合は蹴られたんで、じゃあ別にそこまで追いかける必要もないのかなって、はい、今や住村のことは眼中にはない。ただ目の前の試合に勝つことのみ。とりあえず今ディープを盛り上げたいっていうのが一番の気持ちなんで、まあ、そこで100回大会でも動画でにもう阿部大地が強いっていうのを証明したいなって感じです。対するは関西から乗り込んで振るキングコブラ、レッツゴーター。かつてはファンクラスでもベルトを巻き、現在は主戦場としているグラディエーターの頂点に君臨。もちろんこのディープでも王座奪取を強く誓う。ディープの暫定王者っていうね、そう簡単に挑戦することもできひんと思ってたんで、こういうビッグチャンス来たことに感謝してます。王者になる自信も全然あります。グラディエーター王者として負けは絶対に許されない。イメージはフィニッシュですね。もう完全に仕留めるつもりでいます、はい、今回はしっかりディープで阿部大地っていう選手を倒して、グラディエーター王者の強さを見せつけたいですね。真っ向勝負は望むところ。レッツケージの真ん中で打ち合おう。街で街逃げられたらちょっと面白くない。僕的にはど真ん中で打ち合いたいっていうのが率直な気持ちです。劇的な KO 劇を見せます。破壊神阿部大地か、キングコブラレッツゴータか、ディープウェルター級の主役が今宵決まる。ディープウェルター級暫定王者決定戦5分3ラウンド、レッツゴータ VS 阿部大地。青コーナーよりレッツゴータ選手の入場です。
地選手の入場です。ケージへと入りました。ディープコミッショナー福田真によるタイトルマッチ宣言を行います。認定証、本日これから行われる阿部大地とレッツゴータの試合は昨日厳正なる計量を行い、ディープウェルター級規定の 77.1kg 以下をクリアした。よってこの試合をディープウェルター級暫定王者決定戦として認めます。2021年2月21日、コミッショナー福田真。続きまして、チャンピオンベルトの披露です。それではベルトを挟んで両選手、撮影を行います。リング中央へお集まりください。ディープウェルター級、このベルトをかけての戦いとなっていきます。阿部大地 VS レッツゴータ。先ほど熊久保さんの方からも話ありましたが、共にパンクラスの王者だった2人が、はい、そうですね。前の試合がしかしそこフライ級だったせいか、はい、やっぱウェルター級やっぱでかいですね。そうですね、まあ、この TDC という会場でも映えますよね。はい、はい、ただいまより、そこからのパワフルな戦いが期待されます。ディープウェルター級暫定王者決定戦5分3ラウンドを行います。アコーナー総合格闘技道場コブラ会第7代ウェルター級キングオブパンクラッシュテスト、初代グラディエーターウェルター級現王者、レッツゴータ。赤コーナーフリー第11代ウェルター級キングオブパンクラッシュテスト、5分3ラウンドね、グランドポジションの11試合です。ディープウェルター級の暫定王者決定戦5分3ラウンド、両者ともに表情からも気迫が見て取れます。黒いトランクスを履いておりますのが阿部大地です。ベルター級のベルトはどちらの腰に巻かれるんでしょうか。一方のこちらレッツゴータ、明るい髪色です。5分3ラウンド、第1ラウンドの開始です。右足を前にしておりますのがレッツゴータ、左足、おーっと右足のキックを見せていったのは阿部大地。早速の仕掛けを見せていきました。さあ坂木原さん、はい、レッツゴータ去年の11月に来陣で住村戦っています。そうですね、はい、どういった印象がありますか。いやーまあまあ試合が本当にしょっぱかったんで両選手とも自分の地元だしね、はい、まあ本当行きづらかったのかもしれないけど、あそこでちゃんと結果をね、ファンの人たちの納得させるような、はい、勝ち負けじゃないところの結果を出しててくれたらよかったなと思ってます、はい、
そういったところも踏まえてここは心機一転という戦いを見たいところですね。そうですね、まあ、本当にあの格闘技ってプロの格闘技って本当選手に問われる要素ってたくさんあるんで、はい、やっぱりあのレフェリーとジャッジにあの評価されるだけじゃなくて第4の審判というかそこが一番重たいんだけど、ファンに支持されるかどうかですよ、はい、本当にそこはやっぱりファンのハートをつかむような戦いを、これ阿部選手もそうだし、はい、レッツゴータ選手もやっぱり、うん、あの今後のキャリアを考えると、まあ、それぞれそろそろ、ね、キャリアとしては円熟味を見せるところだから、はい、プロとして何が必要か分かってるはずなんで、うん、見せてほしいですね。そうですね、山瀬選手、はい、この第4の審判というお言葉は重いですね。重いですね、ちょっともう一度胸に言い聞かせたいと思いますね。はい、はい、差し掛けどころを探っている両者の攻防、まずは序盤戦です。阿部選手 の入り際にレッツ選手が右フック合わせて、はいはい、それがちょっと一瞬食らってきたんじゃないですかね、うん、はい、プレッシャーをかけようという阿部大地の右のキック。やっぱり、はい、坂島代表もおっしゃってた通り、レッツゴータ選手があまり、まあ、ちょっと前に出れないというか自分のペースで試合を作れないところがありましたので、阿部が前に行きました。阿部が攻めていく。久保さん、はい、今のは阿部大地のパンチ、強烈なところが今、そうですね、結構まとめて、はい、打ってたので、はいはい、ダメージはあるんじゃないですかね、レッツ選手、はい、そしてレッツゴータの方が押し付ける状況になりました。ブレイクです。これやっぱ阿部選手のね、はい、やっぱ打撃の破壊力っていうのはもうね、こうトップクラス、日本トップクラスですからね。そうですね、はい、テクニックもありますしね、はい、ちょっと何かあったんですかね。一旦試合が止まっています。小指が外れたんですかね。グローブのチェックがですか、ね、いや違いますね、ドクター出ましたね、はい、あれ、現在第1ラウンドで時間が止まっています。レッツゴータ今チェックを受けています。リプレイが出ていますが、はい、アウト。あ、パンチが手に当たってですね、はい、勝者ここは阿部大地、折れちゃったんですかね、ということでしょうか。コールがありました。ドクターストップ、勝ちましたのは阿部大地、ディープウェルター級暫定王者に輝きました。いやー、久保さん、ブロックした手を破壊したってことですね、はい、お話のあった破壊力というのが、はい、なんという結末を見せてくれたのか。2分34秒というところ、第1ラウンド阿部大地が制しました。いや、そしてベルトが今準備されております。榊原さん、はい、なかなか驚いた終わり方でしたね、はい、見たことないですね、はい、いや、それだけの破壊力を拳に秘めていると、まあまあちょっとあれですね、本当アンラッキーですよね、はい、いずれにしても阿部大地の腰にウェルター級のベルトが巻かれました。アピールしなきゃよかったのかなって思いましたけどね。おー、はい、なるほど、怪我したことをアピールしたから取り出しちゃったんで、そのまま続行すればよかったかなと思います、ね、はい、まあ、ただなかなかそれもですね、脱臼あるいは骨折という恐れという話ですから、左手を気にしていたレッツゴータ、もう一回リプレイご覧、ここで、そうですね、パンチが当たったんですよね、左手に。熊久保さん、はい、ガードした手を粉砕と、そうですね、結果的にはなりました、はい、まあなかなかないですよね、はい、はい、脱臼したんでしょということですね、当たりどころというのか、うん、そうだね、はい、が悪かったというところでしょうか。レッツゴータもなかなか悔しそうな表情のまま引き上がって下がっていきます、はい、まあ、阿部選手自身もね、もうちょっとやりたかったでしょうからね。そうですね、はい、まあ試合前の話ではバチバチに打ち合いたいなんていうコメントもありました。そうですね、さあ、それでは阿部大地のマイクです。
戦ってくれたレッツ選手ありがとうございました。こういった、まあ、勝負結果だったんですけど、ここ何年間やっぱ悔しい思いたくさんしてきて、まあ、たくさんの人に支えてもらって今こうやってもう一回、格闘技にチャレンジできてる自分がいて、まあ、もっともっと強くなってみんなに面白い試合見せていければと思ってます。そしてディープの、100回大会という大きなイベントでタイトルマッチをやらせていただいてありがとうございました。でこれからは、本格的にライト級、チャンピオンの首狙って勝負に行きたいと思ってます。お願いします。改めてディープウェルター級新チャンピオンに輝きました阿部大地選手に盛大な拍手を。久保さん、はい、以前からやはり言っていたようなライト級へのという思いがありますね。そうですね、はい、でもどうするんですかね、ウェルターを持ちながら同時でいくんですかね、はい、どうなるんでしょうかね、はい、まあでも阿部選手本当は強い選手なんで、ベルトを持ってにふさわしい選手だと思うんで、はい、このウェルターでもね、外国の選手が入ってくれるのだったら、楽しみですよね、はいはい、ファンクラスにこのディープのベルトも腰に巻くことになりました。阿部大地が制しています。